基本、北海道に何回か来てもらって、いろいろやってたんですけど、で北海道で作った曲っていうのが一曲があって、あなた分かるの、すごいね。それはまだインストだったんですよ。そのインストに地方が詞をつけて。すごくいい曲だなと思って、なんかいい曲だなっていうのもそうですし、聴いてて、なんか聞こえてくる感覚、自分の中に入ってきて、こう自分を通して歌詞が出てくるような感覚があったので、もう形に自分も入りたいみたいな、この曲に参加したい。カズマの音源聞いたんだけどね、なんかコードが分かんねえんだ、なんかって。そう、なんか分かる分かる。下手くそなのね。コード分かんないんだよ。なんだこのコードって思ってて、2箇所ぐらい分かんねえのがあって、まあいいかってなって、地方の歌に合わせたコードをね、より一層良くなったような気がするけど、聞きやすくなったような気がするけどな。どうぞ、あいつらお席。で、まあ先ほどからそのね、北海道に来て僕がいろいろ振り回されてっていうか、頑張ってることもあったんです。あの当時は6年ぐらい前かな、もう6年、6、7年ぐらい前なんですけど、宮森さんと海蔵と和馬と何人かで北海道来て、ライブ、夜ライブをやって、打ち上げやって朝近くまで行ってホテルへ帰って朝早くホタル行ったり、すごいっすよ。ホタル行って旭川行って三重行って富良野行って帰ってきて、またライブやって打ち上げやって、そしてまた明日の朝早く、っていう、まあ、楽しそうでしょ。旭川とか三重とか近いのかなって感覚になりますよね。でね、一回ね、行って三重から帰っちゃって、じゃあまた明日とかって、みんなホテルを一緒のホテルに泊まってるんですよ。で、僕は実家っていうか、地元なんで家に帰って、もう2、3時間しか寝れなくて、寝て、で、次の日はね、確かね、あれはね、中央市場って、まあ、こっちでいう築地みたいな、市場のとこで海鮮丼を食うっていう、計画があって、朝早いから、たぶん7時ぐらいだったのかな、7時間に迎えに行くからっつって、迎えに行くからっつって行ったのね。そしたらみんなもうグダグダになって、ロビーに待ってたから、って言葉も少ないさ。まあそうですよね、おはようっつったらみんなぼーっとして、じゃあ行こうかって時にね、あれ一人だいぶ足りなくねえかっていう話になってね、あれ誰だ、足りねえなって、誰か、宮森さんいねえなって。電話しろ電話しろって、電話しても出ないし、いやー、これ死んだんじゃない。で、約30分ぐらいかな、ちょっとはして、したらね、エレベーターがうわーって降りちゃうの。多分これ宮森さんで、やっと分かったんだよ宮森さんって、エレベーターが下に1階に降りで着いて、開いた途端にヤムさんがちょっとね、土下座。すごい、えらい、何も言わずに土下座だよ。これはするさ。しかもさ、ロビーだからさ、うちらだけじゃなくて、他のお客さんいっぱいいる中で何もかなみたいな、土下座、何も言わずに土下座。いや、すごい男らしいなと思って、俺触れ直したなと思って、どういう人なのかと思って。で、その時に、BA に行った時だと思うんだけど、後ろで勝間と炎蔵は相変わらず寝てんだよ。朝早く起きて、みんなで最初はテンション高いけど、だんだん眠たくなってきました。なんて遠いですからね。で、助手席に宮森さんが座ってくれて、宮森さんすごい気使うんだよね。眠たくなったら困ると思って、一生懸命こう、いろいろ話しかけてくれて、優しいんだよ。で、相変わらず後ろの二人がガー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 寝てるその時に、BA だったから、BA あたりに、
知ってる人はいないかもしれないけど、美瑛って、丘の町って言われて、花とかすごい段々畑がすごい綺麗で、ちょうどね、その国道っていうか、道のそばにすごい綺麗な花畑があって、人を止めて、カズマほら、見るな、ほら、ゴジラ、いいなって言った時に、少し窓を開けて見たんだ。でその時に吹いた風がこの幸せな風っていうね。う起こしてくれなきゃできなかった。落ちた。落ちました。起こしてくれたからできました。またすぐ見たけどな。一瞬、一瞬だよ。いや、それぐらいね、ハードだったんだよ。あれハードでしたよね。一回だけね、赤信号無視しちゃったんだね。宮村さんもね、一生懸命こう話しかけてくれるんだけど、俺もこうってやった時に、宮村さんも一瞬ね、コクってなったんですよ。俺も、あ、やばいなって、コクってなって、ふって見たら、赤信号つきて。その時にね、車走ってたらみんないないよね。来てたから笑い話ですよ。そういう危ない話、なかなかこれあんまり話してないんだけど、面白い人がいいかなと思って。事故。事故ですね。信号無視ですよ。信号無視ですよ。まあ、ビネなんてあれですよ。車の数よりね、牛の数が多いぐらいのところから、まあ、信号なくてもいいのかなと思いますけどね。それでは、はい、じゃあそんな信号無視の風景とかも思い浮かべながら聞いてください。幸せな風。優しく僕を起こす。
しい。おお、いい曲だね。